ジャンピエール・パパンは、フランス、ブロー・ニュシュルメール出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。ポジションは FW。フランスサッカー史上最も優れたストライカーの一人であり、フランスリーグ5年連続得点王に輝くとともに、チャンピオンズカップでも1989から90、シーズンから3期連続得点王となった。1991年度には、 バロンドールを受賞した。地元の2部クラブバランシエンヌ FC に入団し、1985から86シーズンにクラブブルフへ移籍すると UEFA カップのボアビスタ戦でハットトリックを達成するなどすぐさま活躍を見せ、ベルギーカップ優勝に貢献し、自身もリーグの得点王を獲得。年間トータルでは43試合で32ゴールを挙げた。 1986から87シーズン、AS、モナコへの移籍がほぼ決まっていたが、ベルナール・タッピ会長の存在により、オリンピックマルセイユへ移籍、1987から88シーズンから5年連続で、得点王に輝くとともに、リーグでは4連覇を達成。チャンピオンズカップでも3年連続得点王となり、1990から91シーズンにはチームを、 初のチャンピオンズカップ決勝に導いた。マルセイユでは、トータル184ゴールを挙げた。1986から87シーズン、開幕戦の AAS、モナコ戦で2ゴールを決めるデビューを飾る。1988から89シーズン、クープ・ド・フランス決勝、AAS、モナコ戦で、ハットトリックを決め、優勝に貢献。 1989から90シーズン8月30日の訴訟戦で4ゴールを決めると12月3日のトゥールーズ戦3月7日のトゥーロン戦3月31日のリール戦とシーズン中4度のハットトリックを達成するなどリーグ得点王を獲得チャンピオンズカップでも得点王を獲得した1990から91シーズン1月13日の リオン戦で4ゴール、4月13日のナンシー戦で、ハットトリックを達成するなど、リーグ得点王を獲得、9月19日のチャンピオンズカップ、KS ディナモティラナとの対戦でもハットトリックを達成。チャンピオンズカップでは、決勝で延長 PK 戦のスエレットスター、ベオグラードに敗れ準優勝に終わるも、チームを初のチャンピオンズカップ決勝に導き、 同大会で2年連続得点王となった。1991から92シーズン12月14日の連戦でハットトリックを達成するなど5年連続リーグ得点王を獲得しリーグ4連覇に大きく寄与した。1991年9月18日のチャンピオンズカップルクセンブルクとの対戦でもハットトリックを達成。 チャンピオンズカップでも3年連続得点王となった。1991年12月には、FIFA 選出の最優秀選手に選ばれ、バロンドールを受賞した。1992年から、当時の世界最高額で AC ミランに移籍、ヨーロッパ最優秀選手同士のファンバステントのツートップは、相手 DF に脅威となり、世界最強になるのではと、あらゆるメディアで取り上げられた。 しかしファンバステンは故障のため、数試合しかツートップは実現しなかった。1992から93シーズン当初は、オランダトリオの存在もあり出番は限られたが、チャンピオンズカップ一次リーグのオリンピア戦で、移籍後公式戦初ゴール、第6節のラツヨ戦で、セリエ A 初ゴールを記録、第7節のパルマ戦でも2試合連続となるゴールを決めた。 ファンバステンとのツートップではアシスト的な役回りであったが、怪我でファンバステンが離脱すると以降翌年まで最大の得点源として18節から21節のサンプドリア戦までコッパイタリアのインテル戦を含め5試合連続ゴールを決め23節のラツヨ戦ではキーパーが一歩も動けないロングシュートを決めるなどリーグ戦では21試合と限られた出番ではあったが、 ファンバステンと並びチーム最多の13ゴールを決め、リーグ優勝に貢献した。チャンピオンズカップでも、決勝進出に貢献したが、前シーズンまで所属していたマルセイユに0-1と敗れ、優勝はできなかった。翌1993から94シーズンは、序盤コソレギュラーであったが、怪我での離脱、シーズン途中にデサイの加入もあり、外国人枠の影響で出場は限られたが、 二年連続となるリーグ優勝を経験。セリエ A では第四節のアタランタ、第五節の AS、ローマ、第六節のクレモネーゼ戦まで3試合連続ゴールを決めると、第11節のインテルとのミラノダービーではパヌッチのクロスから決勝ゴールを決めた。カップ戦ではトヨタカップでのサンパウロ f c との対戦では2から2とする同点ゴール、 UEFA スーパーカップのパルマ戦、ファーストレグでは決勝ゴールを決める活躍をした。UEFA チャンピオンズリーグではミランは優勝を成し遂げたが予選などでは活躍するも決勝では外国人枠の影響もありベンチ外となった。レアルマドリード、プレミアリーグのトッテナムホットスパーなどへの移籍の話があったが1994から95シーズンからは ドイツ分でスリーガバイエルンミュンヘンに移籍、マルセイユ時代に監督として指導し、パパンをよく知るフランツ・ベッケンバウアーが会長を務めていたこともあり、ゴールの量産を期待された。1994年11月12日、シャルケ戦で移籍後初ゴールを決め、チャンピオンズリーグではチームが敗退の危機に瀕していた、中、ディナモ・キエフ戦で単独で相手リーエフ陣を抜き去ってのにゴールを決めて、 チームを救う活躍を見せ、準決勝に進出したチームの立役者となるが、膝の悪化による、度重なる離脱と、それに伴う不調により、リーグ戦では途中出場などで2シーズンでわずか27試合3ゴールに、終わった。1995から96シーズンには、決勝で FC、バルセロナを破り、UEFA カップ優勝を果たした。チームは、残留を望み、 長時間の話し合いをするも、本人の立っての希望で移籍することとなった。1994年12月には、a s する大間大世界選抜の試合に出場、三浦和義とツートップを組んだ。1996から97シーズン、FC ジロンダンボレドと、移籍、かつてのキレを取り戻し、代表に戻すべきとの声が上がった。8月16日、二節の FC メス戦で、 移籍後初ゴールを決め、18節のパリー・サンジェルマン戦では2得点、36節のパリー・サンジェルマンでもゴールを決めるなど、リーグ戦では、トータル16ゴールを決めた。1997から98シーズンは、シルバンビルトールなどの活躍もあり、出場が減ったが、リーグ戦やカップ戦で、合計14ゴールを決めた。クープ・ドゥ・フランス、ファーストラウンドのオーベル・ビリー戦では、 ハットトリックを決めた。クープ・ドゥラ・リーグでは決勝までに4ゴールを決め、決勝に導く活躍。パリー・サン・ジェルマンとの決勝では途中出場。FK から同点ゴールを上げ2から2とした。しかし延長 PK 戦では PK を外し、PK 戦2から4で敗れた。1998年は、当時2部の EA ・ギャンガンに移籍したが、シーズン半ばに突然引退を表明、7節の アジャクシオ戦でのゴールは、現役最後のゴールとなった1999年に、マルセイユで、マルセイユのかつてのチームメイトであるクリス・ワドル、エリック・カントナ、モーゼル、バジール・ボリなどを集めた、マルセイユ・オービーチームや、現役フランス代表、三浦和義も含まれた、世界選抜と引退試合を行い、プロサッカー選手としての生活に終止符を打った。その後もアマチュア選手として、 プレーを続け、JS サンピエール、JS キャップフェレの2チームに所属した。マルセイユのサポーターが選ぶ20世紀最高のマルセイユのプレイヤーの投票で第1位に輝いた。で、監督としてのキャリアをスタートし、2006年からリーグズ所属の RC ストラスブールの監督を務める。2006から07シーズンに一部昇格を果たした後、ストラスブールを退団した。 2007から08シーズン途中から RC ランスの監督に就任したがチームの降格を防ぐことができずシーズン終了後に解任された。2009年にフランス地域リーグの AS ファクトゥールビガノでアマチュアの選手として短期間だが現役復帰した。同年12月29日、エルビシャトールーの監督に就任するがシーズン終了後に解任された。 2020年フランス4部、ナショナルに属するシャルトルの監督に就任した。身長は180センチメートルに満たないがヘディングでのゴールも多かった。ほとんどのゴールは少ないボールタッチ数のでのゴールで DF の裏に抜け出し、相手をスピードでかわし、シュートを決めるプレーを得意とし、またオーバーヘッドやジャンピングボレーなどのボレー系のシュートが得意でパピナーだと異名を取っていた。 また、FK から得点を奪うこともあった。その多数冊の書籍が販売された。DVD イコール50アンに DI ポロン道路イコール、ロッシパピン、イコール NQ イタリア版ジーン・ピエール・パピン、メシークレッツ・ポア・マーケジーン・ピエール・パピンメ、プラスボーバッツレ・ジビル・デ・パピオム9 0 o m 9 0九0ペデ、フランス、セレクション・ムンディア・ヤル、ゴール・マジック・ジャン・ピエール・パパン日本発売版。 ストライカーパパン日本発売版。ありがとうございます。